てめえには失望だ、小悪魔。あんだけ違法アビリティを渡してやったってのに、イカ様野郎一人排除できねえとはよ。地位も経験も才能も何もかも比較になんねえ。この俺の足を引っ張りやがって、てめえが受け取った分の対価はきっちり支払わなきゃいけねえ。だよな。今日から俺の奴隷になれ。汚れ仕事を一つ残らずやってもらう。返事はどうして、クソガキ。私はあなたの奴隷に、なんて言うと思った。怖い、本物の悪魔みたい。篠原ヒロト、なぜ貴様がここに。いや、俺だけじゃないぜ。少しは笑えよ倉橋。せっかく何千何万って連中が見てるんだからさ。これでゲームセットだ。おはよう君たち。実は昨日少し愉快な出来事があってね。胸クソ悪い独裁者の本性がついに暴露されたのだよ。こいつが大穴面をして人を操る詐欺師だったのだが、一夜にして転落してね。明け方まで祝杯をあげていたから相当眠いんだが、これも大人の魅力ということで許してほしい。さて、宮内選抜戦も最終段階に突入だ。今回の最終生存者はこの二人だよ。一人はアカデミー最強篠原ヒロト。まあ七つ星が残れないなんて末代までの恥なんだけどね。ひたすら悪意を感じる表現だな。続いて六つ星の小悪魔秋月ノア。どちらも選抜チーム入りは確定だけど、この場で英明のエースを決めてもらおう。六つ星対七つ星の頂上決戦だ。君たちも心して。あの学長、一ついいですか。ノア、ヒロト君と戦うつもりはありません。理由を聞かせてもらえるかな。配信を見てた人も多いと思うけど、誰にも注目してもらえなかったノアはどうしても特別になりたくて、違法な手段を使ってヒロト君から星を奪おうとしてた。本当にごめんなさい。まあ全然通用しなかったんだけど、みんなが真剣にイベントをこなしてる間、ノアだけ悪いことを企んでた。だからノアは宮内選抜戦を辞退。ストップだ秋月。どうしたのヒロト君。お前が辞退する必要は全くない。え、悪いのは倉橋の野郎だ。俺は何の被害も受けちゃいない。でもみんなが許してくれるわけないじゃん。そうか、だったらこいつを見てみろよ。これって例の配信の後、ライブラが英明生徒に対して取ったアンケートだ。結果は見ての通り、 99.5% がお前を擁護する側に回った。つまりお前は悪くないってのが英明の総意らしいぜ。ったく、どこが誰にも注目されてないだよ。あの女帝すらお前のことを買ってたぞ。嘘。いいか秋月、お前はただ焦りすぎてただけなんだよ。本当はとっくに特別になってたんだ、お前自身の力でな。そこでだ、俺に一つ提案がある。宮内選抜戦の1位は、英明のエースはお前だ秋月。辞退するのは俺の方だって言ってるんだよ。なんで。あのな、俺はとっくにアカデミー最強なんだぞ。でももう遅えよ。ちょうど今辞退の申請が済んだところだ。俺が1位になるって予想してた奴らは残念だったな。ってことはな、これでお前は名実ともに特別だ。わかった。それじゃあノアが英明のエースになる。ヒロト君と真正面から対決しても負けない完璧なエースになる。だからみんなも全力でノアについてきて。篠原のやつ、今年の交流戦は楽しませてもらえそうだ。
それでは完全無欠なハイスペックメイド姫路白雪。さすが姫路、一日で四つ星に返り咲いてやがる。英名六つ星トリオの一角、金色の夜叉朝宮七瀬。同じく六つ星にして生徒会長、千里眼榎本真嗣。もはや説明不要のアカデミー最強、七つ星篠原ひろと。そして新たなる英名のエース、六つ星の小悪魔秋月ノア。以上5名が5月期交流戦の代表に決定だ。期待してるぞ。って形でどうにか収まった。なるほどね。小悪魔が追放されたりしなくてよかったわ。けど桜花学園としては素直に喜べないわね。ただ何のペナルティもなしってわけにはいかないからな。勝利報酬の緑の星は俺に譲ってもらうことになった。ということはこれで篠原は実質トリプルカラーの三つ星になったのね。あ、そうだな。本物の七つ星にはまだまだ遠いけど、この調子でランクを上げていければいつかあいつに。で、久しぶりの休日にわざわざ呼び出してどこ行こうってんだ。ふんふん、ここよ。うん、どういうことだよ西園寺。どうもこうもないわ、そのままの意味よ。このお店売ってるものはすごくいいの。小悪魔戦でも思い知ったでしょ。なるほど、ピンチヒッターはここで手に入れたってわけか。そういうことだけど、入店するたびに変なルールを課されるのよね。いや、それにしたって、言っておいたでしょ、私一人じゃ入れないから付き合ってって。むしろ光栄に思いなさい。一時的にとはいえ私の恋人になれるんだから。おお。今日行くってことは伝えてあるんだけど。すみません、いらっしゃって。あれ、リリーちゃん。リリー？ああ、で、そうか、どっちの名前も使えないもんな。ねえリリーちゃん、うちの方針はよく知ってるよね。私は気に入った相手にしか商品は売らないって。ええ、もちろん。で、気に入るかどうかはルールを守ってくれるかで判断する。察するに、この子が彼氏くん？そうよ。ヒロっていうの、かっこいいでしょ。俺は単なる付き添いだから気にしないでくれ。いやいや、だってリリーちゃんこれまでちっとも男っ気なかったんだよ。それが今や私に彼氏を見せびらかしに。なるほどね、確かにヒロ君はワイルド風のイケメンで、お姉さんは憤死しそうだ。でもね、これは嫉妬じゃなくて、君ら本当に付き合ってるの？え？ほら、せめて手くらい繋いでもらわないとさ。でも別にここでキスしろって言ってるわけじゃないんだから。そんなこと人前でできるわけないでしょバカ。おいリリー、サイオンジ、何よバカシンワラ、頭で私をいじめる気？そうじゃなくて、ただ手を繋ぐだけでいいんだろ。それならさっさと済ませちまおうぜ。それって私の体に触りたいってこと？言い方変に意識するから恥ずかしくなるんだって。あのさリリー、これじゃただの握手だ。違うの、違うから違うんだってば。いいね。え、なんかもう空気が甘酸っぱすぎて途中から見てられなかったもん。君らを恋人と認めてあげよう。本当？あの、本当にいいんですか？俺たち握手しただけなんですけど。ちょっとヒロ。もちろんリリーちゃんはもともと大好きだし、ヒロ君のことも気に入ったから文句なしで大合格ってわけで、どれでも好きなアビリティを売ってあげちゃうよ。にしてもあんなに珍しいアビリティが売ってるなんてな。もう本当に何にも知らないんだから、あのお店を教えてあげたことちゃんと感謝しなさいよね。お帰りなさいませご主人様。リナ、おう、ただいま。デートは楽しかったですか？デート？違うわ、ちょっと買い物に付き合わせただけで。ですがカップルしか入れないお店に行っていたとは。なんで知ってるのよ。さすがハイスペックメイド。ご主人様とリナには区内選抜戦にて大変お世話になりました。本日は最大限のおもてなしをさせていただきます。あ、いや、いつも世話になってるのはこっちの方だって。気を使わなくていいのに。ま、でも久しぶりにユキの手料理を食べられるのは嬉しいわ。いかがでしょう、
お食事の用意もできているのですが、まずはお風呂でリラックスされては。ああ、それもありだな。今日は結構歩いて汗もかいただろ。それじゃお言葉に甘えちゃおうかしら。では私がお二人の背中を一緒にお流しさせていただきます。え、一緒に？ちょ、待って待って、一緒にってこいつに裸を見られちゃうじゃない。もちろん水着着用です。リナも夏のビーチでは不特定多数の異性にビキニ姿を見せつけているわけですし、全く問題ないかと。言い方に悪意が感じられるわね。それにこの屋敷は七つ星専用、当然大浴場も完備しています。でもお風呂で水着なんて逆にエッチだわ。では裸なら問題ないと。そうなると私も覚悟を。そういうことじゃないわよ。もうもしかして俺たちだけで買い物に行ったから拗ねてるんじゃないか。まさか。意外とこういう時は譲らないからな、姫路のやつ。でも水着もないし。わかったわよ、ユキ。では3人で一緒にお風呂に入りましょう。はあ、最高だ。待って、まだ見ちゃダメだから。おう。申し訳ありません、ご主人様、少々お待ちください。なんだこれ、後ろでシャワーの音が聞こえてるだけなのに、視界には富士山しか映ってないのに、なんかめちゃくちゃドキドキするんだけど。それでは失礼します。湯加減はどう？ああ、いい湯と。何よ、黙ってないで何とか言ったらどうなの？似合ってます。リナ、ご主人様とイチャイチャしすぎです。ずるいです。超ビップなお嬢様とお抱えメイドを連れて混浴風呂に入った。ご主人様。この後はいよいよ交流戦メンバーと作戦会議ですね。ああ、そろそろ行くか。わあ、ヒロト君、こんなところで会うなんて、やっぱりノアたち相性抜群だね。自分から一緒に行こうって誘ってきたんじゃねえか。もう本当は嬉しかったくせに。秋月様、いくら ID を交換したとはいえ、間違っても恋人やそれに準ずる関係などではありませんので。まあ、白雪ちゃんはお堅いな。でもお友達なら許してくれるところが優しくて可愛い。くっつかないでください。やったよ。そういえば秋月は同じクラスなんだよな、残り2人のメンバーと。うん、そうだよ。英明のスーパーエースなのーちゃんにはちょっとだけ負けちゃうけど、すっごく有名だよね、会長とみあちゃんのペア。ああ、そうみたいだな。瞬間記憶能力だの、超速の反射神経だの、戦歴やら伝説は俺のクラスの連中でも知ってたくらいだ。ただ相当相性が悪いらしいな、その2人。まあそうだね、幼馴染っていうか、いわゆる腐れ縁らしくて。ねえってば、シンジ、聞こえてる？いや、隣のバカが騒がしくて僕には何も聞こえないな。うちが騒がしいのはシンジのせいじゃん。二人して大嫌いって言い合ってるのに、いつも一緒にいるので、その度にシンプルにムカつくんだけど。ずっと喧嘩してるってわけ。頼むぞマジで。本日は5月期交流戦の作戦会議にお集まりいただき誠にありがとうございます。では先日公開された PV から見ていきましょう。いいんじゃん、うちは賛成。ノアも OK だよ。断片的な情報だが、エリアを広げる陣取りゲームだってのは確かみたいだな。その意見には同意するが、随分とラフな口調だな、転校生。ちゃんと敬う気持ちはあるから許してくれよ。それで姫路、基本ルールも公開されてるんだったよな。はい、本イベントではアカデミーのゲーム運用規定にのっとり、最大100人参加の大規模ゲーム、
エリアスティールトゥーリコンカーオールロスト、略称アストラルが実施されます。期間は5月9日の月曜から13日の金曜まで、それぞれ9時から12時の前半、14時から17時の後半に分割され、計10パートで行われます。開催場所はゼロバンク内、通称開発ドックと呼ばれる島の中心地点です。ゲームフィールドは全100万マスで構成され、随所に拠点と呼ばれるスポットが置かれています。この拠点は占拠することが可能です。2拠点なら戦場、3拠点以上なら多角形に囲まれた全てのマスが該当チームのエリアとなり、割り振られたカラーへと塗り替えられます。拠点からは一定時間おきにスペルと呼ばれる消費型能力が排出されます。また硬直時間制と呼ばれるシステムがあり、スペルなど使用するとその後一定時間全てのアクションが実行不能となります。この硬直の長さは各プレイヤーに設定された行動値から算出されます。そしてアストラルには5つの役職が存在し、同チーム内での重複は不可です。勝利条件は全エリアの制覇、または全敵チームの撃破。仮にこの条件が満たされなかった場合、終了時点で最も広いエリアを持つチームの勝利となります。次に敗北条件について、各プレイヤーの所持するライフポイントがゼロになった場合、そのプレイヤーは脱落。このライフポイントは上限が5となっており、各パート終了時に全回復します。そしてメンバーが全員脱落、あるいは所持エリアがゼロになると、そのチームは敗北となります。今回の交流戦では同時に自由参加のゲーム MTCG が開催されます。最上位報酬はワイルドカード、アストラルへの参加権となっており、入手したプレイヤーは所属学園の6人目として本戦に参戦することができるとのことです。現在公開されている情報で重要なのは主に3点、エリアと役職と行動値でしょうか。ふむふむ。ねえ白雪ちゃん、その行動値ってどこかで見れるの？先日配布された専用アプリを開くとプロフィール欄に記載されています。全25段階で小さいほど良い数字なんだとか。行動値はそのプレイヤーの総合評価、ランクやゲームの戦績なんかから算出されている。だから当然俺は 3? うわすっごい、シノやっぱめっちゃ評価されてる。さすが七つ星。そりゃどうも。って、シノ？え、普通にあだ名だけどダメ？ああ、いや別にダメではないけど。ならよし。もちろん俺の行動値は嘘だ。本当の数値は3じゃなく19。加賀谷さんの協力で表示をバグらせてもらってる。さて、大まかな方針は決めておきたいところですが、アストラル攻略の鍵は大きく2つ、エリアを広げるか他のチームを脱落させるか。ただ戦闘にはスペルが必要で、スペルの入手にはエリアの拡大が必須。つまりこの2つをあえて別物として捉える理由は全くない。だから今決めなきゃいけないのはチーム構成、要は役職の配分についてだな。こちらが詳細になります。実際のところこの役職選択は俺にとって第一関門と言えるくらいに重要度が高い。というのもコマンダーを取らなきゃ話にならない。もちろん行動値が大きくなるのは純粋なマイナスだ。だとしてもそれと引き換えに手に入るのはとてつもないメリット。三つ星だろうが七つ星だろうが関係ない。行動値が低いのはコマンダーだからという言い訳ができる。逆にそれ以外なら大問題なんだよな。一瞬で全ての嘘がバレたっておかしくない。俺がコマンダーになれば情報系のアビリティを使っている体でカンパニーの助力を受けられる。そのアドバンテージは果てしなくでかい。うちはまあ順当にソルジャーだよね。運動神経も動体視力もめちゃ自信あるから、とにかく切り込んでいって殲滅する係。じゃあノアちゃんはやっぱりスパイかな。こっそり罠張って隠密とか得意分野だもん。よし、この流れなら打ち合わせ通り。姫路は俺がコマンダーを確定させた後にガーディアンを取ってくれるはず。それじゃあ俺はコマンダー。え、僕はコマンダーを希望する。もしやと思うが篠原もそうなのか。そうだな。ちなみにあんたはどうして。当然だろ、まともなコマンダーがいなければアストラルを勝ち抜くことなど不可能だ。その理屈なら俺がやっても同じだろ。いや全く違う。コマンダーの行動値は25で固定なのだから、僕よりも値が小さい篠原の方が大きな損害を被る。加えてコマンダーの役目である情報収集に他チームの戦力分析、マッピングに指示出し、どれも僕の得意分野だ。理解してくれたか転校生。あと敬語
何ピリピリしてんの、シンジ。シノならユニークスターのすっごいアビリティも使えるし、何より七つ星なんだよ。てかうち、シンジの命令で動くとか嫌なんですけど。嫌だとかそんな次元の話はしていない。単純に向き不向きの問題だ。俺は敵も味方もまとめて騙す。俺が本物のアカデミー最強だと信じさせる必要がある。そうしないとこのチームはまともに機能せず、いずれ俺の嘘までバレかねない。なあ榎本、肝心の先輩が抜けているが、なんだ篠原。コマンダーはゲーム中に1回だけ交換できる。だから最初は俺に譲ってくれよ。でその働きがあんたのお眼鏡にかなわなければ、どっかのタイミングで返してやる。ふん、それなら最初は僕がと言いたいところだが、条件がある。3日目終了時点でコマンダーを3人脱落させること。達成できなければ僕にコマンダーを譲ってもらう。待ってください、榎本様、その条件は少し不公平ではありませんか。もしもあなたがご主人様への協力を拒むようなことがあれば。姫路白雪君か。敬語は素晴らしいが、どうやら一つ勘違いをしている。勘違いですか。そうだ、僕は英明学園の生徒会長としてただ勝ちたいだけなんだよ。年に一度決定される学校ランキング、英明はここ数年5位にとどまっている。僕はその順位を引き上げたいんだ。今年は七つ星、篠原がいるから可能性は十分にある。故に僕が意図的に妨害をすることは絶対にない。オーケー、それでいい。できなかったら速攻であんたにコマンダーの座を明け渡して、ついでに一生敬語で喋ってやるよ。もしもし。あ、篠原、よかった、出てくれなかったらどうしようかと思ったわ。なんだよそんなに慌てて。だってだって本当に大変なんだから。大変？何がだ。サラサが、私でも本物のあの子でもない、3人目の西園寺サラサが現れたの。は？まとわして、もよこして、ひなりかわして、タイミング見計って撃ち抜いて、そう一山飛び越して、どこまでも踊るような心地で、北京メリーエイル。いつだって心の奥狙ってる、スリルのその先の甘いご褒美、同じ展開なんて二度とないから、この瞬間に全てをかけても。